はい、こんにちは。ずいぶん前のご質問だったんですけども、ちょっと漏れてたみたいでお話します。検索なんですよね。検索にはね、技術があって、検索結果みんな違うんですよ。例えばちょっと慣れてる人だとキーワードを2つとか3つ並べてスペース入れて検索したりとかするんですけども、PDF 専門の検索ってあるんですよね。要するにサイトに PDF 貼って、その PDF を開いたら初めてここに書いてますよみたいなこととかを、ちょっとせこい人とかはねやるんですよ。特に省庁とかね。でそういう場合に PDF の中のキーワードを検索する技術があって、そうやるとね、あれ出てこないよみたいなのが出てくるわけなんですよね。あとはなんかすごいせこい方法なんですけども、学会用に英字でね、英語の文字でなんかね出してたりするんですよね。でそうすると、いやこれ出してますよとか言うわけなんですけども、実際日本語検索する人がほとんどなんで、いやヒットしませんみたいなこともあるんですよね。でそういうのをちょっと思い出したんで今言ってみましたけども、検索もね、画像検索っていうのは結構ポピュラーでしょ。だからそのなんか誰かがコラージュした画像とかで真に受けちゃう人がいるんでね。でそれで検索すると、あ、これはやっぱり個人的に誰かが組み合わせてフェイクで作ったものだなとかっていうのとか、あ、本当にあるんだみたいなのが画像検索を使うだけでも分かるんですけども、これまたほとんどの人がね画像検索しないんですよ。だから文書検索もいつもと同じ、それこそ検索の技術が3年前とか5年前と全く変わってない人っていうのが、いやネット調べてこうでしたとかね。あとはそういう方っていうのは肯定感が強くなるんで、自分の求めていた情報と同じのがあったら、やっぱりねネットには本当のことが書いてあるよねって言ったりとか、あと否定したいような証拠が出てきたりしたら、あ、ネットの情報だから当てにならないよねとか言ってね、わけのわかんないとダブルスタンダードとかトリプルスタンダードを使い分けてるわけなんです。だから肝心なのは自分で考えることなんですよ。で自分で考えて自分の思ったような人生をこうある程度引けてる人はね、自分の考えに自信を持ってもう調べない、検索しない、人の話聞かないって言った方が絶対いいんですけども、どうしてもねみんなが言ってるからってところから離れられない人もいるんで、みんなが言ってるからとかここに書いてあるからとかね、そんなことが周り関係ないわけなんですよ。っていうのが、情報には必ずバイアスがかかっていて、自分の言ってることを信じてくれたらいいなって思うからみんな喋るわけなんですよね。自分の言ってることは嘘ですよ、だから聞かない方がいいですよって前提で喋ってる人ってあんまりいないと思うんですよ。それこそ宇宙人は地球に住んでるみたいなことで、私本気で思っていて、みんながそういうふうに信じてくれたらいいのになと思ってるけども、でもまあ信じないじゃないですか。それはね、もうこの地球はディープステートに支配されているとかってね、一生懸命信じてる人もいたりとか、そのネオナチスがどうとかっていうのはね必ず出てくるんですけども、私が調べたところによると、ネオナチスに入る試験って難しいんですよ。少なくともアドルフ・ヒトラーの書いた我が闘争を読んでないといけないんですよ。でもほとんどの人が読んでないんですよね。読んでないのにネオナチスだネオナチスだとか言って人を名指ししますけども、じゃあネオナチスとネオナチスじゃない人の違いって何ですかって聞いたら分かんないんですよ。その人もなんとなく、あの人は危ない思想を持ってるからネオナチスじゃないですかとか言ってね。いや確かにブログの記事とか YouTube では派手なこと言ってるみたいだけども、私生活では普通の人かもしれないじゃないですか。じゃあそっちの普通の顔をしてる方が仮の姿で、ネット活動が本音なんですかっていうふうにレッテルを貼ってるだけなんですよね。それこそネットっていうのは自分の仮の姿を演じることもできるんで、いやネオナチスのふりをして全然器用な、それこそ虫も殺したことがない人なんて山ほどいるってことを、もうちょっと自分の頭で考えてみたら、あ、なんか表現してることの中には嘘が入ってるなとかね、誇張が入ってるなとか願望が入ってるなっていう、つまりバイアスがかかってるってことが見抜けるはずなんですよね。でそもそも誰が何してようと自分の人生には関係ないんで、相当暇じゃない限りどっかの誰かがねネオナチスかどうかなんてこと証明をね自分でしようなんてことは、まあなかなか暇人のやることじゃないかなと。それこそね、今日悔いのないように一日自分自身が過ごした方がいいんじゃないかなと。それから月末の支払いに心配しなくていいように少しでもお金を稼いだ方がいいと思いますということでございました。ちょっとね昔ね似たようなこと言ったような気がしますけども、今日はそんなことですかね、教訓としては。だからね、検索のスキルは上げていかないといけないですよ、やっぱ。ね。随分前と同じね、検索方法をしてるんじゃないかなと思いますね。それこそ半角でアルファベット検索するぐらいはすぐできるんで、ちょっとやってみたら全く違う世界が見えるし、なんかね、情報の取得時間はかなり増えると思いますけども、やっぱりね、短い時間で検索して、そんなお手軽にポンとね回答にはたどり着かないですよ。やっぱりジャミーって言うんですけども、ジャミングって言うんですけども、まずは自分の目の触れる段階では真実はないという、
事実はあるけど真実はないと思った方がいいのかなと思います。この目に見える事実とね、その向こうにある真実、ここにはかなりの乖離があって、まあ、それこそね、あれですよね、なんて言いましたっけね、似て非なるものなんですよ。だから気をつけた方がいいかなと思います。例えばここにドル札があるでしょ、これ見た感じ本物じゃないじゃないですかでも初めてこれを見る人ってのは、あ、ドル札ってこうなんだと思うわけなんですよ。でもお金に見慣れてると、これちょっと偽物でしょとか思うし、こんなお金を持ってるわけがないっていう先入観で見ると、あ、久保さんおもちゃ持ってますねっていうふうに分かるわけなんです。だから目の前にあるものが本当におもちゃっていう事実なのか、それともその向こうにはね、実際にこのおもちゃですけども、これを私が2ドルで買ったっていう事実があったら、これは2ドルなんですよっていうところじゃないですかね。いってらっしゃい。